だよ。これめっちゃ難点なんやけど、喋って笑った時となんか、ま、真顔みたいな時となんかいろいろ見やなな分かれへんねん。あと動物っぽい人と動物じゃない人がおるんよ。あ、しおりさんの友達です。どうも。先輩メンバーとコラボ配信、え、それはそれはそう、それはやるよ。ゆみさん誘ったから、ゆみさん誘ったから、いつか悪いけど、備え面も含めて。もうクマさんとか、うわ、でも現実のクマ、もう怪獣みたいなあれじゃなくて、怪獣クマにしてる、そういうんじゃなくて、なんか温厚な絵本とかに出てくるタイプのクマさんって感じやねん。とかペニーは特に性格とかないけど、歩き方見えたから。ジョンさんギフトありがとうございます。動物に見えへん人もおるんよ。ジョンさんギフトありがとうございます。折り紙配信いいよ。折り紙あった、めっちゃ近くにあった。何やってほしい？こんにちは。ジョンさんギフトありがとうございます。お絵かき配信もやるっていうか、アーノンさん書いた、あの色つけてないから怖いけど、目をペンライトカラーにしようと思って、またいずれ劇場に飾ります。すごい、なんか絵柄の違いがすごいな。お料理配信、キッチンがな、使うんかな、いいねんけどな。昔に書いた目の特集。けどこの目で顔って書きにくい、ね、一時期この目めっちゃ気に入ってた、地雷みたいな黒目でガーって書くタイプのやつ。エンドレスしりとり配信、じゃあ OK。 しりとりしながら、しりとりしながら折り紙するわ。学校の予習配信やって、復習からまず始めな。もらえる期間はもう勉強する気はないんで。なんてこと言うね。しりとり、ゴリラ目線思いついたけど、曲聴いて当てるクイズ、どっちが、こっちが出題者。世の中聞かれたらうまい、でも安定してないそら見えすぎた。どれ、何作れるの分かれへん、調べる、作って劇場に飾るわ。折り紙いっぱいあるで。やん、なんかメモいっぱいしてる、えらい勉強してる。黒島動物園アニメ化する、マイナス5かけるマイナス5引く5。あ、すごい、19って書いてる。姉妹かける4マイナスプラスかける2。すごいすごいすごい、頭良さそう、頭良さそう、見て、めっちゃ頭良さそう、ほら、すっごい。食わず嫌い配信、食べて嫌い、食べずに、ん、すごい頭良さそう、すごい。もうここら辺とか意味わからんもんな、何書いてるか。ここら辺も意味わからんもんな。19も気になる、謎のでっかい19、19かどうかも知らんし、ガリレオやん。すごい、姉マイナス4イコール妹プラス4、20から10、問題見やんと全く分からんねんな。ピカチュウっていいよ、
調べるわ。ピカチュウこれ使います。ピカチュウか。私ポケモン見てないねんな。ピカチュウピサピカチュウ。うわ出てくる。もちろん黄色ですよって言われた。もちろん黄色ですよって。折れるの？うん一応。ジェスチャー配信。お題。好き嫌いを少なそう。確かに。基本なんでも食べる。なんか葉っぱ系そんな好きじゃないかも。葉っぱ系ってあれやで。なんか白菜とかじゃないで。なんか匂いの強い葉っぱが苦手。ハーブとか。ハーブ。なんかね、シソみたいな。シソとか苦手。さくちゃんの夢を叶える配信。やりたいことリスト100見るわ。え？どこ行った？やりたいことリスト。私の頑張ってくれたやりたいことリスト100以上はどこへ行ったの？痛い、お尻痛い、はた、あ、痛い、おばあちゃん並み、痛い痛い痛い、はあ、はあ、ほい、ほい、なんかうかさんの卒コンの時のやつできた、かわいい、こっちに入れたかも、はあ、よし、ほんま何歳やね。パクチー食べたことないかもな。犬系女子でしかね。でしか。犬系女子でしか。コーナーさんギフトありがとうございます。やばいわ。本読みたい。本読みたいわ。ちゃうねん、昨日な、もう何回すんねんってくらいの同じ曲をな、ずっとやってたの。だからね、お尻がね、バキバキ。さっきも言ったけど、ここまでね。腕前すぎて腕筋肉痛になることある？すごいよな。白ヤギさんがさくちゃんのことリスト、あら白ヤギさんっていう人がおるんかと思って必死に読んでたら動物ね。あ、犬系か猫系ごと出なかった。へえ、犬かな。え、猫系ってどういうこと？ツンデレみたいなこと？人による。人によるな。じゃあ人による。いやでもそんなツンデレみたいなんではないかも。別に好きじゃないしみたいな、そんなんじゃないかな。じゃあ好きっていうタイプ。犬か。犬です。あーみひなちゃん猫系確かに可愛いな。ポンギンさんギフトありがとうございます。こないだのわからこないだの公園の写真わからさんにめっちゃ似てた。で、あの緑の衣装を着た時の自分の写真とさ、わからさんの緑の写真をさ一緒に投稿してる方がおってん。若菜さんやと思ったら半分自分やってびっくりした。ヤンデレですね。え、そう分かってくれる人初めておった。メンヘラじゃなくてヤンデレやね。私はわかる。初めて出会ったヤン。三角。あ、なるほど。あ、折り紙汚いかも。ちょっと A 型のくせに、A 型のくせに。これで合ってるか。反対側も折ります。ヤンデレデレ語源は分かれへんけど、なんか
なんていうの、メンヘラっていうのは A さん、熊田さんとして、熊田さんラブってなったとするやん、なら、なんかその人が振り向いてくれへんかったら熊田さんに怒るみたいな。でヤンデレはなんていうの、なんか本人には何も言わないみたいな。ニョロニョロさんギフトありがとうございます。パックンチョで占い配信、パックンチョって何、普通の折り紙苦手。ポニーさんギフトありがとうございます。昔はやってた、ドラゴンとか追ってたで、ドラゴン追ってた。で友達にあげてた、あの銀の折り紙渡されてさ、ドラゴン作ってってお願いされてさ、おもろーと思って追ってた。ケン AKA コータのパパさんギフトありがとうございます。普通に出れてもらって確かに。でよし、広島はいや、メンヘラでももういいねん、どっちでもいい、んな違い分かってる人おらんやろ。私はちゃんと違い分かろうと思って調べたよ、メンヘラとヤンデレの違いだから今までは訂正してきたけど、私はメンヘラじゃなくてヤンデレやでって訂正したけど、もうどっちでもいいことに気づいた。分からんやろ、ドラゴン入れるのすごい、やった、小さい折り紙。そういえば折ってたな、なんかツルちっちゃいので折ったとか言って見せてなかったっけ、めっちゃ昔の、手先が器用なんですよとか言って持ってた気がする、ちっちゃいツル持ってきましたとか言って。研究熱心ってすぐ調べんで、知り、あー知りたい、してますか、へえ、してないです、へえ、やばい、反対側も読んじゃった。折り紙、水、ズッキーニ、肉、車エビ、ビール、ルーレット、トイレットペーパー、パーキングエリアパーキングエリア、アーティスト、トマト祭りリンゴでいいか、リンゴ、ゴーヤ、ヤマンバ、バイク、あ、間違ってライブの曲名言いそう、確かに、そう一人でやるのあ、そう昼型、それそれそれ、スワンを追って、オッケー、何やったっけ、あれ何やったっけ何やったっけ、コール&レスポンスでもええで、いやコメント渋滞するやん、一回多分やったことあんねんけど、なんかどれにしようってなったからやめます。一人でやる、で何やったっけ、孤独との戦い、あーわ、アンジュさんって、あー言いそう、いやー、こういう名詞あり、パーティー、ティータイム、アンジュさんの配信始まった、ポンさんギフトありがとうございます、かわいい、そうや M や、そうや M や、 M やかわいい、止まった伸びたから、そっかこれできんのか、かわいい、ミオチ概念ピンの楽曲を絵にして当てる配信だけど、
一人では無理じゃない。一人ではちょっとさっきアンジュさんの配信見ようよ。ちょっと止まっちゃったからもう一回やっていい？なんで消えるの？なんで消えるの？もうなんでよ。あ、しかもなんかおい早くアンジュさんが喋り始めちゃうでしょ。更新ボタンとかあんの？これどうやったら。かわいい。あっち行ってる人がいる。まあいいけど。え、星どうしよう。星どうしよう。落ちてくんねんの。それやばいよね。やばい。あ、モーガさんどうだ。あ、ちょっと待った。いけた。こんにちは。かわいい。こんばんは。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。この髪型めっちゃかわいい。ごめんなさい、今ねこのこれで。わかる。止めるやつがな、難しいね。なんか最後き、あ、もっちゃんがね今ねティクト時間、やばい。あるよね。時間やばい。よし。よし。ランキングだけ先読もうかな。よし。ランキング読みます。13位が北斗のケンシロウさん、ありがとうございます。12位が直江門さん、ありがとうございます。おお、アンジュさんのあれついてる。ポンギーさん、11位がポンギーさん、ありがとうございます。名前が先走った。10位がだてちゃんこまるさん、ありがとうございます。9位がおりちゃんさん、ありがとうございます。8位がマイクトラウトさん、ありがとうございます。8位が7位がワンタンメンさん、ありがとうございます。6位がわーなるにーさん、ありがとうございます。5位がしげさん、ありがとうございます。4位がジョンさん、ありがとうございます。3位がトトヤモンさん、ありがとうございます。2位がポンさん、ありがとうございます。1位がムーチョさん、ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃアンジュ可愛い。私は私はよ、え、ご飯食べながら配信するの。アンジュさんらしくない。ポンさんギフトありがとうございます。かわいい。絶賛ただいまイベント参加中ですけど。星もらいに行った。おもろね。かわいい。めちゃめちゃ気を張るというか。かわいい。時間が取れるときに配信していけたらなと思います。最悪15秒だった。かわいい。おい、みんなアンジュさんかわいいって。黒島はあと7分やけど、私の配信充電もないね。次の配信は6時10分から18時10分から18時50分です。アンジュさんばっかりかわいいっていう。わかるけどマジでかわいい。なんか言い方やめてよ。コーナーさんギフトありがとうございます。実況、え、かわいい。実況しながらやったらなんかいいな。言いたいことがいっぱい言える。お前がおもろ。かわいい。かわいい。今日はアイラインは平行やな。今日はかわいいね。え、かわいいよね。食べてるのかわいいよね。ね、オーマイガーが自然に出るのも確かに。ほんまに思った。なんてコメントするんよ。私も2週間くらい取りだめしてんで。しおりさんギフトありがとうございます。美しい鎖骨や。それな。もう私2週間とちょっとくらいは取りだめしてる。ライバルとは思えない。だって可愛いよ。
そう、確かに取りだめしてるメンバー多いけど剃ってないんです私。アンジュさんのメイク19をしてるとか言わんといて。ホフトのケンシロウさんギフトありがとうございます。ナル兄さんもギフトありがとうございます。今日はマスカラは黒か茶色やな。アイシャドウは出していいのかどうかがわからないので、そんなに濃くないタイプ。ラメも真ん中だけかな。その間の一人の動画撮れてないんですよ。アンジュさんかわいい。なんで前髪崩れへんの、その長さでその巻きで。なんでなん、薄いから、量が少ないから崩れないの。ラメめっちゃここに入れてんな。こことこことここか、ここにも入れてる、ここと。なるほどね、入れてる場所は一緒やのにこんなに違うもんなんやな。痩せたなって、うん、思った。かわいい、かわいい、かわいい、もぐもぐしてる。もう何でもかわいいって言うやん。あと4分、あと4分。かわいい、かわいい。え、星投げたい、ないいと思う。大丈夫、ありがとう。さすがに、だって使い道ないもんな、星。ん、さくちゃんおんの。さっき、さくちゃんさっきまで配信してなかった。今してるね今してるね恥ずかしい、言わしてるんだよ。実況もやねって、やった、任されるかな、なんかスポーツ。めっちゃ見ながら語ってる。不運で済むのおもろいねんけど。投げる ?99 やしな、投げよう。さくちゃんのイベント参加中やから。あ、そうなんですよ、黒島のとこに来て。みんな自分のことをお話ししなさいよ。いや優しい。いやでもアンジュさんがいいの。あと3分、あと3分。実況戦でええよ違う面白いね、なんか実況しながら星投げながらさ、アンジュさんの配信見んのめっちゃおもろい。50カウント忘れずに。え、さすがにあと3分で終わってまから。ああ、向こう、じゃあいいや。時間あって星があるよって方は投げてください。かわいい、エネイルバト戻ってるやん。ん、昨日紫やった、乗り換えたのか光の加減か。変えてない、昨日光の加減や。かわいい。なんかさ、なんか初見さん多い。そんなことない。あと2分、あと2分。うん、星の音が聞こえるの、しわる。なんでやるな、全然。もぐもぐしてる、何食べてるの。キノコ飛んでんねんけど、面白。あと2分しかできない。なんか私ね、なんか心霊スポット行ってから何も変化ないなと思ってたんですけど。え、なんかあったの。今日怖かった話があったんよ。え、どうしたの。でもこれを MC、 今日の MC で言える時があるのか。え、あんまり心霊とか言わん方がいい、ほんまに電気止まったりするからやめた方がいいって舞台の人が言うてた。なんかあかんらしいで、ほんまに電気止まったみたいな。またやってんの、かわいい、かわいい。なんかあかん、あ、もう40分ぴったりに終わろう。ありがとうございました。鼻声、確かに平和な世界で戦ってるのに。見てみて、今日の MC で言えるか、かわいい。無理やったら今度のどこかの配信。ありがとうございました。めっちゃ怖かった、はあ、言わん方がいいって、危ないで、ほんまに。電気か音源か止まるで。コーナーさんギフトありがとうございます。ポンさんもギフトありがとうございます。ゆいなさんもよく電気止める、確かによし、ありがとうございました。アンジュさんに行かないで、みんな何もしないで。